病み上がり一発目。はい、どうもありがとうございます。毎度ニムロックです。いやー、風が強い。いや、すごい。そして今日は激アツ特定日ということで、人もすごい。うん、ここ4日間ぐらい皆さんの温かいメッセージのおかげでなんとか復活することができましたが、まあ、記念すべき病み上がり第一発目ということでですね、本日はいつものお店特定日、すでにすごい人、そしてすごい風、もうね、早く入店したい、そんな気持ちの今日この頃でございます。いやー、今日はね、ほら2月じゃないですか。もう日数も少ない中、先ほど住宅ローンとね、国金の返済行ってきましたよ。ほんと、もうね、もういきなりね、9万ぐらいなくなってね、もうすでに絶望種もみモードのじいさんですけれども、まあ、今日も今日とてディスクアップ、いや、クロスかななんてね思ってたんですけど、すごいんですよ。ほら、この前の動画でいつものお店はもうディスクアップはもう絶対種もみなんだと言ってたじゃないですか。まあ、それの影響かどうかはわからないですけど、なんとですね、 LINE で初めてちゃうかな、ディスクアップのですね、激アツしさがこのように見えへんかな、入ってるんですよ。まあ、まさかの高設定投入かと。ほんまはね、もう今日人が多いからやめとこうと思ったんですけども、まさかのマネージャー店長、ついにお情けの高設定投入かと。ああ、まあ、そんなんね、自分のことを意識してとかはね、絶対ないでしょうけど、まあでも一応ね、示唆があったんで、今日は今日とてディスクアップでやっていきたいと思います。ちょっと風がきついんでね、オープニングちょっと風の音で鬱陶しいと思うんですけど、申し訳ない。早速実践の方行きたいと思います。押す。ピュ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 、チカ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 チ。ちょっといつもの台以外はね、あの画面揺れがどうしても入っちゃうなってしまうので、そこだけご了承ください。バランス調整から入っていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。どうしかー。
ので、選べないんで、これがね、釣りになったら、やめときますわ。Body time!
いじいさん漏らすんだね。影も見えない午前0時電話ボックスの外は雨かけ慣れたダイヤル回しかけてふと指を止める冷たい雨に打たれながら悲しい物語思い出したあなたの帰り道交差点ふと足を止めるレニブルも終わったはずなのにレニブルなぜ追いかけるのあなたの幻消すように私も今日は外雨
がってます。今からやろ。今からがディスクアップじゃないか。曲がってます。でもね、朝9万円ぐらいなくなってね、今から4万5万入れれないっすよ。今月ね、前半でね、まあいきなり10万ぐらい買って、あ、この調子やったら、まあ、目指せ30万やなっていう。まあでも今トータルしたらね、結局ねプラ10万ぐらいなんですよ。1ヶ月これだけやって、病にも侵されて10万円の男ですよ、1ヶ月。いやー、人生って厳しいですね。まあ冗談はさておき、まあ設定狙いなディスクアップか。もうまあまあ、ね、もうディスクアップを極めていらっしゃる皆さんからするとですね、もう死ねと、もううんこやな、ゴミやなと、おもそや思います。もう自分でもそう思いますもん。あんなちょろちょろしてね、で台の調子が悪いとかね、そんなん言ってるようじゃねダメですよ。まあでも言わしてください、朝一のあの調子の悪い台はね、結局ビッグ確率が1000分の1ぐらいになってましたわ。いや不思議、もう確率とかもう超越した何かがありますよね、ディスクアップって。まあね、今日の敗因としてはね、もう初期投資かかりすぎですわ。今からね、もう頑張るか頑張らんかの2択しかないんでね、まあ朝9万円消えてなかったらね、もしかしたら行くかもしれないですよ。今日はまあ激アツ日なんで。ただね、朝からやっぱ9万円消えたらね、やっぱ腰引けますって。ほんまに今から5万円やったら1日で14万消えるんですよ。そんなんズリでしょ、どう考えたって。それやったらね、明日も稼働するしね、明日にね、その5万をね、スライドさした方がもう明日への希望ですよ。種もみですよ、本当に種もみ。種もみはね、いつもね、私たちに希望を与えてくださるんですよ。いやー、ちょっと何言ってるか分かんないですけどね、自分でも。いやー、ほんとね、残念です。はい、いやー、あのね、ちょっと長くなるんでね、あの初見の方とか、なんやこのおっさんと思うと思うんですけど、まあ気にせんとってください。もうね、もう頭がバグりすぎて何か面白いことすら思いつかばないんですよね。今の日本語もおかしいしね、思い浮かばないでしょね。スタッフさんとかね、めっちゃ心配してくれるんですよ。大丈夫ですかって、肩をこう優しくポンポンってね、やってくれたりね。もう情けないですよ、本当に。で、視聴者の方とかね、いつも見てますよ、頑張ってくださいって言ってくれたりね。今日なんて応援隊の一人が駆けつけてくれたんですよ、わざわざね。まあ市内のちょっと遠いところからね、でオロナミン C ね、差し入れてくれたりね。ほんとね、そんな気持ちに応えられないこの自分の不甲斐なさが、もう自分ね、もう死のうかな。でも死にたいっすわね、ほんまに。もう生きててもね、もうディスクアップの種もみしか座らせてくれないしね、こんだけ言ってんのね、動画で。いつもの台あるじゃないですか、いつもの台座ってたでしょ、
お客さんがね。これは仕方がないじゃないですか。抽選も受けてないしね。それはもういいんですよ。でもいつもの台がね、もうボコボコにされて、もう帰ってはったんですよね、お客さん。いやーもうほんとね、ね、ほんともう冷酷非道、極悪悪鬼、もう魔王を通り越して大魔王、地獄絵図、百鬼夜行。いやーもうちょっと何言ってるか分かんないですね。そんなわけでこれ以上喋っても仕方ないんでね、ほんとここまで見てくださった方はぜひともですね、今日のこのゴミ動画を見ていただいた感想をぜひコメントください。ね、ほんとにもう真摯に受け止めたいと思います。お疲れ様でした。じゃあ行ってくんな。わーだー、出たー、だありゃー、のびちゃんどこ行こう。あーあーあーグリわんわんわん、のびちゃんダメだこりゃ。ありがとうございました。